こちら吉海いきいき館という道の駅ですね。こちらの方でですね、昼ご飯を食べてみたいと思います。はい、こんな感じになってます。タイ、ご飯、茶漬け、薬味だと思います。タイです。タイを多分こんな感じでいただいてみたいと思います。わかんないけどこれいいんだろう。こんな感じです。美味しそうです。いただきます。うまい。愛媛といえばタイですね。タイがうまい。全部入れちゃっていいのかな。入れちゃう。長いもん。タイ茶漬けっていうぐらいですから、こんな感じでいいんじゃないかな。ガサガサといって、タイがプリップリ。ごちそうさまでした。今気づいたんですけど、こいつお茶じゃなくてですね、だしですね。こいつがいい味出してたんですね。今治の横の大島の海の道、吉海いきいき館、吉海いきいき館という場所で鯛めしを食べてみました。飯のついでにですね、じゃこ天を売ってたんで、ちょっと買ってみたいと思います。はい、買ってきました。おばちゃんがどれも言いましたけど、普通のやつと言って買ってきました。こんな感じです。じゃあちょっと食べてみたいと思います。味ですね。僕的にももうちょっとお魚の味がガツッと、まあこんなもんでしょ。以上、じゃこ天の食レポでした。